株式会社 RE経営の島田です。今回はですね、私のコンサルタント企業心得ということで、独立開業時の失敗ということでお話を、していきたいと思います。で、まあ、当然こうあるべきだという話の中には、私 の, コンサルファーム時代からですね、独立する時の、まあ、ちょっと黒い歴史もね、少しご紹介していこうと思います。まあ、この2023年で私もコンサルタントになって37年、38年目を迎えます。そして独立して25年を迎えました。まあ、これまでは400社ぐらいのですね、コンサルタントをしてきて、毎月だいたい長期経営顧問が13から15社、だいたい私の平均単価が18万円ということになってます。で、年間固定収入だいたい2500万円以上をもう30年間ファーム時代から、続けてきてます。まあ、それ以外にその研修、セミナー、単発プロジェクト、また今やってる RE 島田塾とかコンテンツ販売もこれもね、やってます。まあ、正直ですね、決してスーパーコンサルタントの売り上げじゃないんですね。ただ30年間そのデフレ不景気の間もかかわらず一応維持してきているというのは、まあ、ちょっとぐらいは誇ってもいいのかなと。で、結局コンサルタント事務所にとってですね、一番大事なことはやっぱり収入の安定なんですよね。まあ、しかし、サラリーマン時代よりもね、はるかに高い所得にならないとちょっと起業した意味もないです、正直。で、かといって自分の給料ばっかり追っかけてもいいコンサルにならないと、まあ、矛盾がいっぱいあるんですね。まあ、この長年この業界にてですね、まあ、多くのコンサルタントの方の企業を見ていたんですが、私は直接指導したりアドバイスしたので90名ぐらいの方のね、コンサルタントがいました。まあ、その中では普通のサラリーマンからコンサルタントとして独立した人とか、定年を契機にコンサル企業した人、もしくはコンサルファームから独立した人と、まあ、様々いるんですね。で、まあ、10年以上ですね、その継続して、例えば顧問収入があってですね、そして年間売上が1500万円以上なってないコンサル企業の方はですね、これからまあ、飛び飛びでですね、10回にわたってですね、コンサル企業の失敗事例をいくつか紹介していきますけども、その失敗事例に近いことをやってるんじゃないかなというところなんですね。コンサル担当向けのですね、ノウハウとか、まあ、書籍とかネット情報いっぱい世の中出てますよね。で、例えばコンサルタントの養成講座で学習する人もいます。で、公的資格である中小企業診断士を目指す人もいます。民間資格のコンサルタントを目指す方もいろいろいます。で、問題はね、そこでいろんな養成講座で勉強してですね、聞きかじり、その通りにすれば成功のパスポートが手に入れられると勘違いしている人がまあまあ多いんですよね。しかし現実のですね、コンサルタント企業というのは、まあ、失敗の上に多くの方が成り立っているんです。で、その同じ轍をね、踏まないことが大事ということで、このコンサルタントのね、企業の闇の部分をちょっとオープンにして、そういうシチュエーションの予兆があれば未然防止ができる、まあ、ノウハウや考え方が学んでもらえるわけですね。ですから、ある意味その失敗という言葉にこう重点を置いているんです。で、今回は独立開業時の失敗です。はい、まあ、脱サラしてですね、経営コンサルタントとして晴れて独立しました。不安もあるけど希望と情熱もあるはずです。独立もいろんな形態があります。その中で私が経験した、また具体的な顛末を知っている事例をいくつか紹介しましょう。まずね、共同創業で喧嘩別れ。まあ、一人でやるのは非常に不安があるということで、2、3人で共同経営で開業するケースってありますよね。まあ、当初資金もなく、顧客もないし、まあ、お互い助け合いながらやっていきます。これはこれでいいんです。しかしこういう仕事はほとんどですね、途中で価値観のずれとか収入の偏り、不公平感が顕在化していきます。私が今の会社 RE 経営をね、創業する前、もう26年前ですけれども、共同経営に近い形で中堅のコンサルティングファームから分社独立をしたんですね。まあ、前のコンサル会社もね、地方事業部時代の部下の、まあ、ナンバー2に据えて資本金も一部出資させましたけど、一応経営参画させました。まあ、前職のファーム時代は主任でしたんで、主任から一気にね、まあ、小さな会社の独立ですから取締役部長にして、まあ、給与も前職もかなり上げました。15万円ぐらい上げたんですね。まあ、彼の生産性の割には高い給料出しました。まあ、しかしね、分社とはいえ元のコンサルティングファームとはあまりいい関係じゃなかったんです。喧嘩別れに近い形だったんですね。
まあ、これはそのファームと社長と私のいろんな関係があったんですけども、出資はしない、ファームの元々のね、親会社は。しかし親会社の経営者が取締役名を連ねるといういびつな構造でした。私は経営、ね、顧客基盤をそのまま継承する代わりに多額のロイヤリティを毎月支払うという契約になったんですね。まあ、これはこれで仕方ないと思ってます。ただこの顧客基盤の6割は私自身が作り上げたものですから、ロイヤリティの高さはどうな、高すぎるなという疑問を正直持っていました。しかしまあそこは分社ですからと割り切って独自の路線を貫き、まあ、コンサル事務所としては高収益を目指して頑張っていたんです。ところが、まあ、こちら子会社分社ですねの情報が前職のコンサルティングファームの経営者にダダ漏れなんですね。で結局どん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 そのダダ漏れした情報で、前の経営コンサル会社のファームの社長は、うちこの分社の方にですね、経営者のどんどん関与を強めてくるんです。これは結局その分社の時に取締役に引き立てた主任っていうのがね、まあ情報を漏らしてるわけです。まあ、彼の言い分というのは数字は取ってますよ。親会社あっての分社だから情報を流すのは当然というスタンスなんです。しかしこちらはそういう甘い関係じゃないわけですね。分社せざるを得ない状況になった経営者とは不信感がいっぱいあるわけですから、まあ、そこから徐々にその私とナンバー2との関係にもですねじわり亀裂が生じてくるわけです。しかも給与を高くしたのに彼の生産性はあまりに低いことも悩みの種でした。まあ高くしたのにということは使ってはいけませんか。いけませんけどね。取締役ですから本人も受けたんですから最低でもね月額の 2.5 倍の粗利は稼いでほしいもんです。しかし彼はせいぜい自分の給与分しか粗利を稼がない、要するに売上を稼がないんですね。まあ当然まあ分社した時は4名でスタートしましたけども、私の売上だけが頼りだったんです。まあ、そんなこんなで亀裂は不信感に変わり、これ以上一緒に仕事はできないという状態になってきました。私も苦渋の決断をして、この分社を、ね、自分の顧客を作ってきた分社ですけども、ナンバー2に譲り、ここからかこの会社から身を引こうと思いました。そして自ら立ち上げた今の会社、ね、REKA を立ち上げたわけです。私のケースはレアケースですけども、共同経営はやっぱり成立しないですね。単独創業の不安感は誰しもあります。しかしね、共同創業での後からの揉め事は取り返しがつかないケースになるので、ね、まず不自由さがなく必ず収入や職務権限の不公平が出ます。合議制だとしてもですね、決定事項は常に一つですから、言い分が違えばどちらかの意見が却下されます。さらに最初は話し合いで何でも解決できますけども、そのうちいろいろな出来事が積み重なるうちにですね、確認や報告のない案件が発生して不信感が漂い始めるんです。で、一度芽生えた不信感は消えるどころか、どん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 心の中で膨らんできます。そして決定的な出来事が起こって仲違いになる。まあ、私自身も後日で身を引く決断した後、元の親会社のね、経営者に挨拶に行ったんです。ね、もう譲りますと、この会社は。私はもうあなた方から手を引くと。で、自分で一からやり直すと。するとその経営者はね、丸村君がコンサルタント事務所なんて経営なんてできるわけないだろうって激怒するわけです。私からすればそう仕向けたのはその経営者ですからね。だから、いや、それはなんとか社長が支援すればいいんじゃないですか、なんとか社長と何々君の思い通りに私が去るわけだから、私の関与の、それは私の関与外のことですと、まあ今でもあの時決断してよかったと思ってます。さあ、このままレイヤーケースがあります。そして2番目、辞めた会社の客に手を出し逆襲と。これはですね、まあこれもあるあるなんですね。コンサルファームや会計事務所に勤めていた方が顧客をそのまま独立に持ち去ることによる失敗です。当然話し合いが済んで、お互い同意の上なので問題ないんですけども、コンサル業界特に顧客が多いんですね。私もね、完全独立時には顧客がついてきてくれました。当然顧客には辞めるってことを伝えて、本来ならば担当は後任に引き継ぐというのがまあ正当ですよね。しかし私もちゃんと引き継いだわけです。お客さんが確認したんですね、どうぞと。そしたら、顧客からはあなたがしないなら契約はしないと、独立してもあなたと契約すると、ありがたいことを言われれば、それは一応仁義を切った上のことです。だから仕方ない。結局継続契約を決めるのは顧客ですから、ね、我々コンサルじゃありません。
で、実はそうは言ってみたものですね、私の時もね、私が東京に出張中に、私のクライアントのもとに元の経営者が、ね、営業に行ってるわけですよ。不思議なも面白いことです。で、いや、もう島田の代わりに、このなんとかが自らコンサルに行きますと強い営業を持ちかけてるんですね。そして複数の顧客から、島田さん、なんとか社長が来て、自分がやるから、島田さんとは一旦切ってくれと、ね、言われたよと。でも、なんとか社長みたいな偉い方来なくても、島田さんで十分だと、自分やってもらってるからというには遠慮しましたと答え、伝えたよって、まあ、いうのがいただいて、ね、非常に嬉しかったことを記憶しています。まあ、その後、なんとか社長はですね、私のクライアントの横やりはなくなりましたね。多分3社ぐらいね、行ったんでしょう。で、全部断られたんでしょうね。これはしかしね、こちらに力と実績があればの話です。ね、もし私にそこまで力がなければ、元の会社は力ずくでもね、私の、人気を切った顧客に奪いに来たでしょうね。だからまず独立するならば、顧客にもね、元の会社にも人気を切って正々堂々と営業をかけましょうということです。3番目、高学歴、高職歴の経験で食えると誤解している。これはね、私のケースじゃありません。他の人のケースです。高学歴、高職歴の経験者が転職してコンサルタントになるケース結構多いですよね。これも今からね、30年前です。私の部下として大手工作機械メーカーの技術者、主任技術者が転職してきました。まあ、生産現場の改善に詳しいという触れ込みだったので、基本的なことを教えた後は、即2社ほどの、ね、製造業の工場指導を担当してもらいました。するとね、半年もしないうちに2社から同じようなクレームが来るんですね。要約すると、例えば指導に横文字が多い。まあ、これはコンサルタントあるあるです、ね。すぐ前職の大手企業の内容を持ち出す。そんなことも知らないのかみたいな口調が多い。指導は丁寧ではない。指導結果は文字や図に残してくれない。できないと論理的にぐいぐい詰めてくるので息苦しい。まあ、こういうクレームだったんですね。で、お客様が、いや彼は外してほしい。または契約を見直したいという、これクレームなんです、完全なね。そしてそのことを彼に伝えました。そうすると彼は、それは部長、まあ、当時私部長してましたから、主観の問題ですと。私はそんなつもりありませんと。その会社レベルが低いですからと、いろいろ教えるのにその言い方はいかがですかねっていう、まあ反論ですね。また彼がね、6ヶ月も経っても受注がないんですよ。禁止新規のコンサルティング契約が。これも指導したんです、ね。営業するためにコンサルタント会社に入ったんじゃないとか、営業を共有するのやめると。まあ、実は入社するときに生産性を上げながらコンサルの道歩くんだから、あんた営業してもらうよってことは言ってるんですね。だから、あ、なんだ、じゃああんた辞めてもらうわって辞めてもらいました。ね、受注すると当たり前でしょうということの上で入ったんですよね。結局最後はね、いわゆるその方はコンサルタント病という病気を持った方でね、まあそんな方はどっかで価値観を変えない限りこの業界では生きていけないですね。4番目ね、大手の経験が使えない中小企業と。大手出身の転職組のコンサルタントがね、最初悩むことは、指導しても指示しても宿題出してもやってくれないからコンサルティングが進まないというんですね。大企業でレベルの高い訓練された部下、これを使ってですね、中間管理職経験があるコンサルタント転職組ともそうです。いいですよ、大企業なら指示したとやるんだからね。しかしね、我々中小零細企業の経営者も幹部もね、決まったことを決まってのしないことが多いんです、ね。さらにね、マニュアル規定が動く、あればね、動く大企業と、そんなものがあろうがなかろうが、やりたいと思えばやる中小企業の違いがあるんです。だから、大手企業の専門スキルや知識よりも、人を動かす人格やヒューマンスキルの方が、我々中小零細企業のコンサルティングには向いてるわけですね。まあさあ、こんなことを定期的にですね、ちょっとずつお話ししていきますけど、今回はちょっと私のね、黒歴史をお話ししてみました。はい、では以上です。